どうも岡津です。今日はですね、今から広島の方に新幹線で行ってこようと思います。今ね、JR 新下関駅っていうところにいて、どれぐらいだろうか、1時間ぐらいかな。で、出発がね、8時20何分かなんかの新幹線ですね。まあ久しぶりの広島旅ということで、この前は宮島に車で行った以来かなと思います。では、行ってみましょう。読み取れませんって言っちゃう。はい、お持ち帰り。はい、ということでね、広島駅着いたんですよ。すごいでかい。で、今から路面電車に乗って、原爆ドームらへん、まあベタな観光な感じになるんですけど、やっぱり興味があるので、そのあたりね、行ってみようと思います。ちょっと暑いな、今日。はい、ということでね、原爆ドームのところまで来ました。途中までね、路面電車に乗って、それからね、プラプラしながら到着です。広島の原爆ドーム、不思議な感じがしますね。でもだいぶね、補強とかもされてて、昔ほんといつか忘れたんだけど、一回来たような覚えもあるので、その頃とどうなんだろうか。でね、修学旅行生がね、すごくたくさんいる。向こうとか修学旅行生だらけ。こういったところにね、今来まして、広島を満喫していこうかなと思いました。原爆ドーム、広島です。こんなところ、こんな場所で、ね、今あそこでタイムラプス撮ってます。今ね、正面の方来ましたけどね、あとね、海外の方も多い。広島原爆ドーム、なかなかね、来られる場所じゃないんで、来られてよかったかなと思います。一応ね、タイムラプス、あっち側、反対側に渡ってタイムラプス撮影もしたいと思います。一応今ね、あの辺からタイムラプス撮ってて、こっからのね、感じがなんかイメージするものかなと思いますね。あと反対側が、なんだったっけ、資料館、資料館、原爆資料館があったりっていうような、ほんと人がすごい多い。平日ですけどね、人人人、修学旅行生とにかく多い感じですかね。でもさっきも言ったけど、本当に来てよかったなって僕思いました。
あれが原爆資料館かな。ちょっとズームで。あと鐘が鳴ってますね、そこで。一枚記念に、ここで。ここで鐘が鳴ってる。あれがなんとかっていう鐘かな。それにしても天気抜群、最高。はい、ということでね、暑い中歩いてきました。広島城到着でございます。なんかね、工事してるんですよ。中はね、入らなくていいかなとか思います。でもね、すっごい広い敷地、広島城、さすがです。はい、ということでね、今あそこでタイムラプス撮ってます。途中ね、むちゃくちゃ暑くなったんですけども、明日雨のせいかだんだん曇ってきて、非常に過ごしやすくなってます。でずっとね、路面電車に乗って広島駅に着いたんですけども、なかなかね、こういった自由に喋られる空間がなくて、少し歩いて川沿いの方来ました。非常にね、のんびりしたところで気に入りました。で今日はですね、路面電車に乗って、なんだっけ、原爆ドーム、原爆ドーム行ったりとか、そこから歩いて広島城に行ったりとか、結構のんびりできたんじゃないかなと思っております。で奥さんがね、ちょっと仕事の関係で、まあ、一緒に行動はできなかったんですけども、非常に満喫できているから大満足。とりあえずね、今終わったよって連絡あったんで合流です。 iPhone の充電がだいぶなくなってきた。いたいた。都会すぎてわからないちょっとさっき今迷ったもんだって。この辺ぐる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 うろ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 してた。なんだ、またどこ普通に。お好みもね、食べたので、そろそろ9時半、9時半じゃなくて8時ね50分ぐらいの新幹線で帰ろうと思います。ご乗車ください。え、すごい長い。何両編成？自由席、自由席。こだま出ないな。20時47分発の8両編成だった。朝の何時だったっけ、8時20何分だからちょうど12時間経過。譲れも広島もね、なかなか来られる場所じゃないから、今日はいろいろ回れてよかったかなと思います。全然回れてないけど、研修で、まあ、またね、どっかの機会でね、行けたらいいかなとか思って、まあ、そんな感じで。
新幹線の中爆睡ですという感じでですね、無事新下関駅に着きました。まあ、今日の広島の旅はですね、まあのんびりゆっくりという感じでいろいろ見られてよかったんじゃないかなと思います。最後のね、夕食のお好み焼きも最高でしたという感じで終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あと Twitter、Instagram、Wear もやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。今日はほんと天気にも恵まれてよかった。